おばんです。おやびんこと酒匠北海道ソムリエの鎌田隆です。おばんです。聞き酒師秋びんこと私小橋秋でございます。毎週金曜日のこの時間はおやびん秋のエゾマリアージュ、日本酒のスペシャリストであり北海道産のお酒に精通しているおやびんとその弟子の私がお酒を通じて北海道の人や文化など楽しくお伝えしていく30分、今日もお付き合いいただきたいと思いますが、はい、先週と先々週、うん、ね、ゲストに足立優子ちゃん、優子ちゃん来てくれて、いやいや、あのお姉さんも すごいねでも最後ね、うん、エンディングのところで、あのアラーム鳴らしましたよ、自分の目覚ましの。やらすごいよね姉さん何時に起きようと思ってたんすかっていうね、驚きのね。でもさ、まあ、あの時も告知してたけどイベントそろそろだね。そうですね、うん、11月2日、うん、神の雫のあの秋忠さんをお迎えして、はは、うん、あと道産ワイン魅力たっぷり文化講演会って銘打って、うんうん、ワインでおなじみの阿部さん、そう阿部正久くんね、そうそう、その2人のトークショーが優子さん仕切りのもとあるんですよ ね、 NPO 法人の、北海道ワインクラスターの阿部正久さん、ね、いやこれはね、参加無料ってことで、そうだ、すごい面白いお話聞けると思うんでね、うちらもちょっと行こうよ、ね、あ、時間的にはね、行けるから、うん、興味があるっていう方はですね、うん、ぜひホテル大倉札幌さんまでねお問い合わせいただきたいと思います、うん、18時30分からスタートということになっておりますが、はい、こちらラジオネーム頑固者さんからも来てますね、うん、いやー優子さんの北見じゃ学校帰りに炙るんですっていうの笑いましたしばらくホルモン食べてないな、なんか恋しくなってきたなーなんてね、学校帰りにホルモン焼いて食って帰るんだよ炙る、炙っちゃうなんてね言ってましたけど、今日もね、うん、最強なゲストをお呼びしますんで楽しみだ ね、 ね、はい、ぜひとも楽しみにお付き合いいただきたいと思います。それではおやびん秋のエゾマリアージュ、最後までお付き合いください。おやびん秋のエゾマリアージュ、この番組はイオン北海道の提供でお送りします。イオン毎月20日30日はお客様感謝デー、イオンカードのお支払いご提示または和音のお支払いでお買い物が 5% オフに、さらに10日もトクトクカードデーになりお得 5% オフ、10日20日30日はお近くのイオン、イオンスーパーセンターのお店へ。エゾマリアージュ、HBC ラジオおやびん秋のエゾマリアージュ、おやびんこと鎌田隆さんと私小橋秋でお送りしています。それでは今週もエゾマリバー鎌田に素敵なゲストをお迎えしましょう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おばんです。いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。いや今週ねゲスト、はい、のんべですよ。いやそれが待ってください、のんべじゃない人来ました、今まで一人か。みんなペロンチョペロンチョさんですからね。エゾマリアージュ、今週のゲストはですね、はい、札幌の老舗の酒屋さんですよ、うん、丸一桜本商店、はい、4代目店主のですね桜本武志君をお呼びしています。いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。桜本商店さんは4代目、うん、そうです。ということは創業何年になるんですか。創業ですね、明治43年ですね。明治43年だって。へー、明治だよ。明治、はあ、何年前になるんだ。103って言ったよね聞いてた創業ね。あ、そうです。え、桜本商店さん住所的にはどちらになりましたっけ。札幌市中央区、はい、南十条西7丁目の4-3ですね、はい、ずっと場所変わんないんですか。もともとはですね、うん、ちょっと違う場所、まあ、南一条の西11丁目付近で、まあ、青果店を、まあ、営んでたっていうのが。南一条の西11丁目プリンスホテルですか。はい、って聞いてますね。もともとはそうだったんですか。そこから場所を移動して。そうですね、で今の現在地の場所でもう長くやってますね。前々回のゲストのさ、はい、神崎王子、はい、小貝くん、うん、もちろん桜本くん知ってるね。もちろん知ってます、はい、やっぱ同じく札幌でもね、うん、もう期待のなんていうんですか、若手、うん、若手って僕らに比べたら若手なんだけど待って待って、僕ら言うのやめてもらっていいですか。
なんで私仲間にしてるんですか、親弁当。いっちゃう、まあ、一緒に入れさせてもらって。いやでも楽しみだね、このお酒業界のまたお話を伺いますな、はい、ね、じゃあまずは親弁、儀式やろう、儀式、儀式やりますか、はい、今日はですね、日本生産今月最後になるんですけれども、はい、濁り酒持ってきましたよ。やったね。またこれ妖精って言うんだけど、妖精ってどういう字書きます、酔っ払うに米辺に青を書く、うん、妖精の先生、すごいだろ、うん、もう何がすごいだろう。いやもうなんかあきちゃんを俺を思い浮かべちゃうんだよね。あ、妖精、うん、酒の妖精的な感じします、うん、まあ、こんな時に言っとかないとないやでもこれは濁り酒の、うん、すっごいクリーミーな感じでしょ、牛乳みたいな感じだよね、え、うん、こう濁りでもさ、はい、薄い濁りもあればね、しっかりとした濁りもあるじゃないですか、うん、どちらかというと僕牛乳を思わせるようなこと、しっかりと濁りですよ、うん、はい、じゃあいきますね、いつものように、いつものようにゲストより先にあきちゃんに、ありがとうございます。はい、よしよしよし、あ、これクリーミーだな、本当だ、こう、ね、なんか、ね、音もね、こう濁り酒っぽい、うん、ちょっとこう静かな感じだね、ひとひととした音がしまして、さあラジオの前の皆さんもいろいろ用意してくださいね、一緒に乾杯しましょうね、ししょう、はい、桜本さん、この番組は本当に真剣にみんないっぱい飲んでくれて、楽しいお話を展開させてきますよ、この濁りやっぱりあれですね、はい、こう継ぐときにいつものあのトロ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 っていう感じとは違うね、違うね、音がね、静かだね、わかる、このとろみというかそういう感じだね、はい、はい、日本生産の濁り酒妖精ですね、はい、乾杯、乾杯、いただきます。うん、飲みやす、あ、これ聞き酒史的に表現するとどんな感じですかね、たけし君。そうですね、やっぱりあのちょっと甘酒のような雰囲気出てますし、そうだね、はい、アクション、これね、はい、使えるよ、甘酒のような雰囲気出てますね、うん、分かったよあとミルキーですよね、やっぱりね、得意だね、はい、な、毎回ミルキー出てくるミルキー言っといたら失敗ないですからね、まあ、確かにこれミルキーだね、そうですね、ミルキーですね、うん、はい、やっぱりこう酒粕のこう味わいがこうグーッと詰まった、そんな感じするね、そうですね、しますね、うん、膨らみありますね、これはもうなんかこう冬っぽい感じもね、うん、するしいいね、親瓶、これと何か食べ物合わすとしたら何がいい、そうだな、うん、板笠炙ったやつと一緒に食べるそれ間違いないですね、板笠、板笠で板笠を焼くんだよ、板笠って何、酒粕の板状のやつ、ああ、カスか、カス、うんうんうん、それとか今だったら鮭とかをさ、いいね、こう、酒粕につけてさ、うん、それちょっとこう焼いて、うん、ああ、そっか、粕物だからそれで合わすんだ、うんうん、ぴったりくると思う、ううなるほど、うん、マリアージュ、あとちょっとこう、ま、甘く感じさせるチーズとかね、はい、これね合ってくるよ、うん、ぜひ皆さんもご自宅でもお試しいただきたいと思いますけども、うん、はい、イオン各店で扱ってます、はい、はい、よろしくお願いいたします、そう、だいたい酒屋、僕も酒屋生まれだからさ、ね、あれなんだけどこう似たような境遇なんだけど、うん、だいたいね酒屋さんに生まれてどうだったのかっていうのはやっぱり聞いてみたい、これはどうなんですか、桜本さんは、うん、はい、そうですね、やっぱりあのまず僕長男なので、うん、長男、あの弟が継ぐんだったら、うん、あの酒屋畳むって父から言われてましてえ、兄弟2人ですか、兄弟2人なんですよ、はい、男、うんうんうん、あ、男兄弟で、うん、まあ、弟3つ下なんですけども、うん、あのなんか僕が生まれた時に、うん、あのまあ、僕 の, あのおじいちゃんが、うんうん、あのこいつはなんか商人の息子だっていう、商人の顔だっていうので、たけし君の顔、僕の顔を見てですねどんな顔なんだちょっと僕もよくわからないですけど、商人顔なんだ、の顔見たらノベの顔だと思うけど、ね、あ、それわかるもんね、わかる商人顔、商人顔だっていうことをすごく言われてまして、うんうんうん、でそういう経緯もありつつ、うん、まああのまあ、僕もあの長男で酒屋で生まれたので、うん、あのまあ、継がなきゃいけないっていうプレッシャーもありつつ、うん、であの父からの一言で、うん、まあ、弟が継ぐんだったら、うん、あのうちは辞めるみたいな、なるほど、長男として継げって言ってるんだけど、うん、それを、ま、周りくどく言ってるんだ、周りくどく言ってる顔のせいとかいろいろね持ってきながらね、そしたら弟さんの顔は商人向けの顔じゃないってことですか、はい、あの僕とちょっと似てないんですよ、似てないの、似てないですね、まあ、ちなみに桜本さんの顔は何でしょう、すごいにこやか、あのもう
あの笑顔人間みたいな感じ。寝てる時以外全部笑ってるからね眉毛ももう何もしなくても笑って虹みたいになってる、うん、目も柔らかい、こうなんか目常に笑ってる感じ、笑ってる感じ、そうですね、うん、笑い族だよね属してる属してる。え、あの芸能人で誰に似てるとか言われます？僕よく昔は、うん、北の国からのジュン君とかって言われたことがあります。なるほど、俺の加藤ちゃんよりいいじゃん似てるそんなにそんなにね高笑いしなくてすいませんすいません失礼しました。あ、でもその優しい感じのね、うん、わかるわかる。へえ、じゃあもともとはあれですか、はい、それになろうと思って生きてきたんですか途中。うん、やっぱりなんかその僕もね自分の人生を考えると、うん、もっとなんかあのいい人生というか、まあ酒屋じゃない人生がある、うん、今悪い人生いやそんなことないんですけどさあ語弊ありますけどではないけど夢がないじゃないですか酒屋って。まあ、そんなことないでしょ。だけどね、うん、僕も酒屋だから分かるんだけど、うん、いわゆるコンビニエンスストアだとか、はい、いろんな業態変化だとか、うん、酒屋さんの個人商店のこうなんていうんだろう、いろいろこう取り巻く環境が変わってた時代だからね、うん、あ、その通りです。なるほど、まあ、専門家になっていくかとかね、うん、コンビニ化になるかとか、はい、いろいろそういうこう過渡期だったよね。その通りですね、うん、じゃあ当時の桜本さんは、はい、うーんってちょっと思い悩んでた。やっぱりうちの父も悩んでたと思うんですよ、うん、そんな大規模な、うん、業務用紙販店でもないし、うん、でかといって、まあ、その小さい酒屋から脱却しようとして、うん、まあ、いろいろ模索してたので、うん、まあ、その中でその模索している状況を見ると、まあ、将来ってどうなのみたいなの不安がやっぱりあったので、うん、しかもお前しか告げねえっていう。いやそうなんですよ、どうしようかな、証人側のお前だけだよっつってねプレッシャーじゃないですか、うん、超プレッシャーだねだけどもいざじゃあよしやるかと、うん、そうですね、うん、はい、もう腹にくくった決めたのはおいくつぐらいで。やっぱり大学に入ってから、うん、しばらくした時に、うん、また父が、うん、まあ、酒屋は、うん、今この自分の土地があり建物があり、うん、ここで酒屋じゃなくても、うん、失敗したらなんかやりようがあるんじゃないかみたいな。お父さんちょっと広くなりましたね。ちょっと広くなったんです、ね、そうすると、うん、じゃあその自分の才覚一つで、うんうん、まあ、いかようにもできるし、うんうん、まあ、それがまたなんか楽しむことができるんじゃないかなみたいな、うんうん、まあ、そういうふうにちょっと考え直して、まあ、重箱の隅っこをのちゃんと残すようなそういうアドバイスっていうかね、はい、言うと嬉しいよね。そうですね、そうだね、夢は広がりましたね。じゃあそこから、はい、エゾマリアージュ、HBC ラジオ親便秋のエゾマリアージュ、坂賞の鎌田隆さん親便と私小橋秋でお送りしています。続いてはこのコーナー、親便のなるほど酒塾。じゃあ桜本さんにもお付き合いいただきたいと思います。もう聞き酒師だし、ね、先輩の息子さんなんでね、うん、はい、僕の話はほぼ 100% 理解してるはずなんです、うん、なるほどっていう感じではないと思うんですけどぜひラジオの皆さんも一緒にね、リスナーの皆さんもね、さっき、妖精っていう日本製紙さんの濁りを飲みました。濁、はい、りとどぶろくは違うっていうのはもちろんね、もちろんです。秋ちゃん覚えてる？覚えてるけど、でもやっぱ聞かれる、何が違うの、うん、って、うん、ね、基本的に濁りのお酒は、濁ってるお酒は基本的には濁りとは言うんだけども、はい、酒税法的には何が違いますかって言ったら、どぶろくと濁りは越してるか越してないか、ここなんですね、うん、皆さん、もろみがあって、船って言われる、うん、お酒をこう絞る機会があるんだけど、圧縮してね、うん、その時にこう酒袋っていうか白い袋に入れたりとかするんだけど、目の粗さも、うん、にもよるじゃない。もろみだから中にこう酒粕の、粒々も入ってるから、うん、目が粗かったらドロドロとその分出てくるよね、うん、そうすると、まあ、いっぱい出てくれば、こういう風にね、今回の持ってきてるこういう風にいつも誰も見えないけど大丈夫ですからね、うん、伝えますよ、白いこう牛乳みたいな、ね、感じになるし、はい、うん、目がきちっとこう詰まってたら、うん、薄濁りみたいな、はい、その分ね、感じにもなるし、うん、あとよく折り絡みってね、はい、そうですね、いうこう折りが絡んでるのとまたちょっと違うんだよね。違いますね、これもね、でもね、うん、何が違うのってやっぱりね、うん、言われるよ。絞った後に、例えばタンクの中に入れる時に、タンクの中でこう折りが
こう沈んでいくんだけど、うん、まあ、その時に上のこう取り出し口と下の取り出し口でこう下にこう、うん、重たいものは行きますよね。でその時にどうやって出すかで檻が絡んでくるんですよ。だから上の上層部だけ取れば、まあ、綺麗な綺麗ですね、上積みだもんね、上積みだから、うん、下の方で取れば檻が絡んでくるっていう、はい、だからちょっと濁りともまた違うんだよね。こさないで、いわゆる飲むのがドブロクだよね、はい、そうです、うん、全くこさないで、うん、そのまんまでいただく、うん、もうドロドロの状態もあればね、ちょっとこう緩い状態もあればね、はい、ね、うん、でもね、基本的には1899年に、はい、まあ、家で誰でもこうドブロク作れた時代があって、昔はそうだったね。昔はそうなんです。でその後一回免許制度になって、うん、ちょっとドブロク作るのもちょっと税金もらいたいなっていうのがあって、うんうん、許可制にしたんだけど、まあ、最終的には、まあ、200万件ぐらい聞くとなんか製造免許が回ってたって、200万件も製造免許あってどうするんだって。ほとんど作ってたでしょしかも作り方、ね、隣のおばあちゃんしてたら、ね、家でも作れるじゃないですか。いや本当そうですねやってたでしょうね、みんな ねやってたと思います ね酒屋さんって結構そういう作ってみたいとかいう衝動にいつも駆られません？いや駆られますねダメですけどね。ダメですけど。でも、うん、なんか街でね、はい、ドブロク作ってますよとかあるじゃないですか、うん、あのね1899年明治32年に、ドブロクって自家製ダメって禁止になったんだよね、はい、でもね、ドブロクに関しては神事いわゆる神事と、うん、大きくつながってるので、うん、免許っていうか特別に免許を持ってるところもあるんです、うん、いわゆる、ドブロク特区、うん、ドブロク特区っていう特別区域が区域もあるし、うん、あと神社でも OK が出てるっていう、はい、そういう特区みたいところがあって、北海道だと新篠津、あそうだね、うん、あと長沼もそうじゃないですか、長沼町もね、うんうん、だいたい農場一貫の米農家さんがそのままこうなんていうんだろう、いわゆる六次産業みたいなね、うん、よく言われる、製品まで持ってくっていう、そういうような感じで作ってるところが多いんです。北海道でもだからある意味そこだけでしか飲まれないっていう、うん、作られない、作られないっていうね、はい、嬉しいお酒だったりする。なのでドブロクとニゴリっていうのはそういう基本的には違いがあるよっていう、うん、ここはよく、理解しておいた方がいいかなと、うんうん、ためになりました今日も。まだ酔っ払ってないからまだいけますか。あいけるじゃね。ちょっと片足で立ってもらっていいですか今日。じゃあ後で動画で宣伝ね、やってみますか。じゃあやってみましょう、はいはい、さあということでおやびんのなるほどお酒塾、来週もお楽しみに。エゾマリアージュ、今お父さんは毎週木曜から日曜までずっと釣りに出てますね。釣り行ってんの、はい、釣り人になったんですか。釣り人ですね坂人から、はい、でもお母さん一生懸命働いてるよね。あもちろんですね、はい、あやびもお母様ご存知なんですか。僕だってあれだもん、たけし君と同じぐらいお母さん大好きだもん、うん、おいいお母さんなんだわ。もうキャラクターがいつ行ってもね働いてる。へしかも物腰柔らかいしね、はい、ありがとうございます。あのお母さんあってこのたけし君の目があるんだよ。あそうですか、うん、そんな感じ。へ、うん、まあ、代々続いてるっていうのはそういうね、うん、あの長く愛されるには訳があるって言いますよね。お母さん釣り行ってないもんね。釣り行ってないそこでお母さんまで行ってたらってね。だけど気になるのは、うん、あのそこでよし方向転換しよう、はい、いろんなものをちょっと入れてみようかっていうところで、うん、どういうチャレンジをしたんですか。そうですね、やっぱり将来酒屋を続けても決めてたので、うん、将来 の, まあ、何が必要かといった時にやっぱりコンピューター社会になると思ったので、僕は大学卒業してからは、うん、5年間東京でコンピューター系の仕事をずっとしてて、うん、それで5年後に帰ってきましたね。おコンピューター系、うん、はい、まあ、確かにね、それができるかできないかではこれからの未来は大きく違うよね、うんうん、もうさすがですね。酒だけ飲みるのとわけが違うからね。お痛い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 痛へー、でもどんどんねお酒にこう魅了されていくというか、はい、じゃあちょっとどんどん世界が広がっていったんでしょうね。そうですね、はい、たけし君何て言うんだろう、はい、焼酎とかさ、うん、泡盛とか日本酒とかももちろんそうなんだけど、はい、倉本さんとかいろいろこうつながりもあるし、うん、こうなんていうんだろう、作り手のこう魅力的なものもあるだろうけども、あります、ね、こうお酒全体から言って、うん、こう魅力ってどういう魅力感じますか。
感じるかっていうか。やっぱりですね、あの僕たちその倉本さんに行くと、うん、まあ、必ず夜、うん、あの倉本さんと飲みながら、まあ、会食はするんですよ。まあ、水飲んで話はしねえよな。まずしないですね。そうだね。盛り上がるものも盛り上がらなさそうだ。アキちゃん二人でちょっと打ち合わせしようっつって水出てきたら怒るか。帰ります。嫌ですってなりますよ。うん、で、そういうふうにお酒を飲むと、うん、やっぱりなんか距離が縮まるし、うんうん、親しくなるじゃないですか、うんうん、本当にあのお酒って潤滑油だなって、うんうん、本当つくづく思いますね、うん、それがあの非常にお酒のいいとこだなとは思ってますけどね、うん、まあ、コミュニケーションツールって、ね、そうですね、よく言うけどね、はい、うん、もうでもね、北海道にもこれだけある、はい、もう全国にもこれだけある中から私ですよ、やっぱ不思議なんです、うん、お酒屋さんって、うん、どうやってピックアップしていくか、自分の酒どころにどれを置こうって決めるのか、はい、すごい知りたい。これ結構あの最近よくみんなに言われるんですけど、うん、まあ、僕のお酒のセレクトもありますし、うん、あと他の酒屋さんのセレクトって、うん、あの千差万別で違うわけですよ、うん、で僕は僕のセレクトでやってるんですけども、うん、これあのちょっとさっきの話戻るんですけど、うん、父が釣り好きなんで、うん、食卓に魚がいつもあったんですよ。お父さん釣ってきたやつ、いや顔でも出てくるわ、いや出てくるんですよ、いらないやつも出てくるんですよ。お手間には肉をちょうだいよ、ね、肉だよお前、うん、あんま食べたことなくて肉、うんうん、あまり肉を食べたことがない、週4回行ってそうなんですよ。いやだな、魚一家だ、魚くん魚一家で、うん、はい、なのであの僕あの選ぶあのお酒って、うんうん、魚に合う割と淡麗で飲みやすくて、はあはあ、割と辛口傾向のお酒が多いんですよ、うんうんうん、これあの全国の酒蔵さんとか、うん、まあ、知り合いの酒屋さんからすごく言われます、うんうん、面白い、生活環境に合わせてるわけだね。合わせてますね。しかもさ、うん、酒蔵さんから直送で、いわゆる蔵元直送でやってくるって言っても、自分がちょだいって言ったらさ、うん、あ、ええよっていうわけにいかんからね。いかないですね。やっぱりあれなんでしょ、うん、あの大変なんでしょ、その門戸開くのは大変なんだよ。そうでしょ、ちょっと聞いてみるか、聞いてみようか、どんな風に大変なんです、大変なの、これめちゃめちゃ大変ですね。めちゃめちゃ大変なんだって。直売店ってね、うん、あの僕がですね取引して、うんうん、あのまあ、最初にお会いしてから取引するまで最長7年かかりましたね、うん、うわ、7年間ラブコール送るわけでしょ。ラブコールもちろんあの蔵元に、ま、毎回行きますし、で行った時にあいつ態度悪いからって1年ずつ伸ばされてるわけでもないから、ちょっとそ、え、本当、はい、なんかあれみたいだね、あの弟子入りの師匠がさ、あいつは雨の日も風の日も来るなみたいなやつがやっぱあるんですか。ありますね、土下座して待ってるみたいなやつ。いやそこらしないですけど。でそれ例えば7年ね、はい、通って、はい、いいですよって言った時の嬉しさって、うん、至極だよね。でも案外その時僕そこまで嬉しさを込み上げてなくて、うん、っていうのも7年間もうすごくお付き合いがあって、うん、まあ、いつも飲んでいつも話してるんで、うん、あのその延長線にあっただけなんですよ、うん、だから、はあ、あ、素直にはまあありがとうっていう形で、うん、あのまあ、これからまたあの身を引き締めてね、うん、伝えていかなきゃいけないなって思うぐらいで、うん、なんかそうやったみたいなのはなかったですね。ちなみにその7年かかった草隠れどこなの。あの焼酎蔵の佐藤酒造ですね。まこっちゃんのところでね、まこっちゃんのところですね、まこっちゃん社長ですね。まことちゃんちょっと怒られる、まことちゃんって呼べるの限られた人だけじゃないでしょうか。あの応援してるんですよね、カモさん一緒に。よかった、はい、僕が4年間ゴルフやめた最後に回った時に、うん、13番ホールで僕怪我したんですけど、はい、その時一緒に回ってたんです。そうです。仲良しなんだね。いやそういうご苦労があって、佐藤さんね。そうです、はい、名手ですよ。いや本当そうですね、7年かかったんだ。はい、7年かかりました。かかるのも大変だけど、うん、でもあれだよね、やっぱりあの、いいわよって言ってくれる酒蔵さんもありがたいですよね。あ、もちろんですね、その中からこうやっぱピックアップする能力っていうか、うん、よし自分のところにこういうのを置いたらこういうお客さんが広がるっていうのをちょっと今日なるほどと思ったな一つ、うん、仕入れたらはいすぐ来ますっていうのとまた訳が違うからね。そうですね、そういう、こう、はい、苦労っていうのは、うん、はい、7年間その前の6年間の飲んでた量からすると、うん、最高に嬉しいだろうな。いや嬉しいですね、うん、でも親便のね、もともとご実家も酒屋さんだったじゃないですか、やっぱそういう物語も。いや、うちの親父はね、もう、どこっていうか、うちのおふくろが北の方までの人だったからさ、あそっか、北の方までの銀歩と白ラペルあって、うん、あと浦臼出身なんで金的の酒あると、うん、もうそれだけでいいっていう。
じゃああれ蒲田商店品数薄かったんですかね。いや結構あったけど、でもね最終的には、その3本あったら、うん、親父的には回ってたんで。なるほどね。でもそれだけやっぱり酒屋さんそれぞれで歴史と物語があるんだね、うん、桜本さんのところもね、うん、お母さんお父さん家族経営だからさ、そうですね、はい、こうなんていうんだろう、独特の魅力がある、うんうん、行くと、はあ、これはますますなんかちょっと行って、うん、やっぱり実際お話ししていただけたりするんですよね。あ、もちろんです、はい、しかも試飲できるからね。試飲できますし、車とか、はい、自転車で行かないで、はい、プラプラと、南十条の電車通り、電車乗っていくと、そうですね、電車通りからですね、ちょっと中小路入るんですけど、あれ最寄りの駅ってどこだったっけ、中島公園駅ですね。中島公園駅、そこからこうフラフラね、はい、うん、あ、いいね、いっぱい試飲させてもらえるし、はい、うん、いる時だったら最高だよね。ぜひぜひ、うん、ぜひお話伺いたいし、うん、そして、うん、また来週もですよ。そうだよ、来週ね、もうちょっとこうお酒入ってくるとさ、うん、爆発的にまたキャラ もっとほじくり出すから。だいぶ顔赤くなってきてるの お気づきですか。あ、そうですね、親指ね、来る前にウイスキー飲んできたけど。いや、そうですか。ちょっと待って、それは聞いてなかったけど。うちの番組は1週目より2週目ということでね、リスナーの皆さんともどんどん密に、はい、ガストの皆さんのことを知っていただくという番組になっておりますので、はい、どうぞ来週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、エゾマリアージュイオン毎月20日30日はお客様感謝デー。イオンカードのお支払いご提示または和音のお支払いでお買い物が 5% オフに。さらに10日もトクトクカードデーになりお得 5% オフ。10日、20日、30日はお近くのイオン、イオンスーパーセンターのお店へ。お送りしてまいりました親便秋のエゾマリアージュ、ここで恒例のプレゼントのお知らせです。はい、番組宛にメッセージをいただいた方の中から毎週抽選で1名に2000円をチャージしたイオンギフトカードをプレゼントしています。はい、便利ですよ、うん、どんなことでも OK です。はい、皆さんからメールをいただきたいです。はい、番組の感想や親便のなるほどお酒塾への質問などお待ちしております。 E メールの宛先小文字で映像回りEZOMARI エゾマリアットマーク HBC.CO.JP までお送りください。はい、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。当たった方はですね、ぜひお近くのイオン北海道系列の店に行ってですね、今月の日本製紙の、この濁り酒、はい、妖精をはじめ、いっぱい、今月紹介したお酒あるんで、そうですね、ぜひ皆さん買って楽しんでください。はい、それともちろん番組のですね Facebook ページもやってます。最新情報とか、今日のこう風景だとかそういうのもあげますんで、ぜひ皆さんいいねをプチッと押していただければ、嬉しいですね。はい、よろしくお願いいたします。桜本さん、はい、今週どうですか、ゲストをお越しいただきまして。いや、楽しかったです。あ、結構でも桜本さんもちょっとほんのり赤くなってきた。うん、うん、はい、まあこれからだな。そうだね。そうだね。来週どうなるかね。来週もっと爆発するよ。だけど今日白ちゃんさ、はい、僕思うんだけど、番組全体でさ、なんかたけし君お前ちょっとなんかセクシーな声してない？あ、僕ちょっと風邪気味ですね。あ、風邪気味ですか、みんなね。ね。じゃあでは来週もね、ぜひともお聞きいただきたいと思います。はい。親便秋のエゾマリアージュ、お相手は親便こと鎌田隆史と秋便こと小橋秋と桜本商店の桜本武史でした。せーの、また来週。親便秋のエゾマリアージュ、この番組はイオン北海道の提供でお送りしました。